お食事処松岡。お食事処松岡へようこそ。店主の松岡ひつぐです。へい、よいしょ。ではですね、まあここまでいろいろやってきたんですけど、いろんな反省点を踏まえて煮干しをやっぱり前面に押し出していこうかなと。ゲソの時代はあった煮干しだということで、煮干しのピーナッツバターを作りたいと思うんですけど。よし、とても緊張します。まだね、これまだ開店前なんで、まだ仕込みの段階だから、ね、こんぐらいでいいかな。最初はね、こうあれが大丈夫だから。これはどっちだろう、アメリカ産のなのか、日本なのかな、甘いのかな、甘くないのかな、わかんないけど、辛みつれえな、これこんなに、なんだろうこれ。なんか今すごいフレーズが思い浮かんだんだけど、言わないようにしよう。うわ、いいなあ。なんかこう煮干したちがコールタールの海で泳いでるみたいな。こんな感じかな。じゃあすいません、いただきます。頭失礼します。すいませんね。煮干しのピーナッツバターをいただきます。嘘でしょ。あ、二本目がいけない。何だこれ。ゆきひら。ゆきひら、ゆきひら、ゆきひら。それ俺じゃねえよ。今日はな、俺じゃねえ。お食事どころ松岡にやってきた。たくみアルディニ役の花やつきです。よろしくお願いします。さあ、ゆきひら。俺じゃねえっつってんだろ。この T シャツを着てやってきましたよ。よろしくお願いします。お願いします。というか、この T シャツを着てるんだけど、僕はあの敵として来てますから。今日はお食事処松岡を乗っ取るという、ちょっと待って、設定で挑んでいきたいと思います。そういう設定なの。まずかったらもうすぐその店の看板を下ろしてもらって、ここアルディーニに、アルディーニなの、してもらえますか。夏木じゃなくて、夏木じゃなくて、今日何を作ってくれるんですか。あ、今日、はい、何、花井さんはなんかあの、なんかこう、なんだろう、好きなものとかあるの。グラタン。ちょっとグラタン、グラタンがいいな。グラタン、グラタン、いやー、ちょっとグラタン、あ、じゃあグラタン、グラタンない、グラタンはちょっと材料が今ないかな。ね、うん、じゃあまあたくみくんの、まあ、祖国である、うん、こうイタリアからね、うん、なんかイタリア料理を、イタリア料理、作ってほしいなって思います。はい、イタリア風グラタン。ちょっと待って。グラタンでつってたろ。あ、グラタンない。イタリア料理って言ったら、まあパスタとか。わかった、任せて。今日は松岡流、おボンゴレベーゼさ。ボンゴレベーゼさ。なんすかベーゼさって。松岡流、ええ、松岡流、松岡流、ボンゴレビアンコを作りたいと思います。ビアンコね。ビアンコ、あ、ボンゴレビアンコ。楽しみに待っててよ。待ってるよ。直撃の相馬のブルーレイ &DVD が豪華特典満載で登場よ。当月の頂点に君臨するこの私の活躍、眺めておいでなさい。あんな料理認めないんだから。では調理を始めていきたいと思います。
ですがその前に、ほう、お食事処の松岡では越えられぬ壁があるのです。越えられぬ壁？壁だ。そう、お食事処の松岡に来た人間は先ほど作ったお通しを食べなければいけないのであります。マジっすか？いやこれもうこの時点ですげえ臭いんですけどこれ食べなきゃダメなの？一口。いやお粗末。お食べよ。お粗末。お粗末。お食べよ。ええー。ちょっと食べます。いやだってこれもうめちゃめちゃ見るからに。今回自信作だよ。本当ですか？うん。あまあでも匂いは、うん、あ意外といいかもしれない。いただきます。どんな反応が出るかな。どんな反応が出るかな、どんな反応が出るかな。あ、意外とうまい。でしょ？あ、意外とでしょ？う、あ、結構いけるいける。でしょ？あ、なんだこれ。うお、うわ。ダメダメダメ。うわ、うお、うわ、まっず。いや違う、これね最初ピーナッツバターの甘さで、うん、そうそう、ごまけるんだけどピーナッツバターが流されちゃった後の煮干しのこのインパクト、うまずいっすねこれ。そっか、惜しい気がする。なんかでしょ、惜しいでしょ。うん、うん、さらなる改良点が必要でございます。お粗末、はい、お粗末、お粗末。ということで、男性初、あ、男性初。そうなのよ。わあ嬉しい。5人目にして初登場だ。やりましたね、うん、皆さん花江です。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、ね、パスタなんですね今日はね。そう、パスタパスタパスタ、うんうん、今までどんな料理作ってたんですか？今まではね、チャーハンとお茶漬けとスグバーグ丼と、スグバーグ丼ね、うん、あとチャーハン貝と、うん、1,2,3,4 オムライス、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 オムライスでした。だ今回初めてのメニュー。わー嬉しい。だからちょっと気合入れて作るよ。はい、うん、お願いします。あ、こんなところにお品書きがいい感じで、お店らしい、うん、ベタベタもしてないしね。そうそうそう、いいお店ですねここはね、うんうん、ベタベタしてないからね。そう、大体ほらなんか定食屋さんとか行くとベタベタしてるもんじゃないですか。まあまあね、それが全然ベタベタしてない、うん、うち人来ないから。星3つです今のところ。あ、本当に？この時点で。あ、すごい評価上がったね。実は今日なんか夏希が来そうなイメージが頭の中にあって、うん、ここに、そうで、そんな夏希のためにね、はい、こんなものを用意したの。ほう、ダダーン。あー、メッザルーナ。メッザルーナ、すごい。そう、かわいいですねそれ、うん、で初の試みなんだけど、はい、ちょっとこっち来て、お、一緒にやってくれないかなって。あ、やりますよ。本当に？僕だって料理番組やってるんだから。そうね、そうよ、そうね、よくね。そうですよ、はい、じゃあ、え、あ、もういいんですか？じゃあね、はい、こんなものを用意したから。ほう、それは一体？起きよ。着るよ。あ、エプロン。エプロン。エプロンか。はん、もう夏希のた、いや、す、前掛けじゃねえよ。あ、違う。そう。こっちね。そう。あ、こっちですね。そう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 。腰にね。よっ、よっ。うわ、なんだろう。なんだろうこれ。よっつつ。お食事処松岡の店主よりも店主っぽい。あ、俺ないんだよね、いつも。ちょっと1回転してみて。ひゃー、2回転した。かっこいい。どうですかこれ。あ、いい、かっこいい、かっこいい。あ、似合ってる。よし、やばい、これもしかして刻みましょう。あ、本当に？あ、はい、何でも刻みます。うん、じゃあこのメッザルーナを使って。メッザルーナ、うん、これ何？サウルの初めて？手洗ってもいいですか？あ、そう、そこね、実はあのちょっと水道が止まってて、うん、ちょっとね、料金が払えなくて今、人が来なくて。
そんなに経営難なんですね。そう、経営難。まあそれは星一つですからね。ごめんね、本当に、うん、で何を刻めば僕は、ええ、まず最初にこのメッザルーナで、メッザルーナでこちらのニンニクを、おお、ニンニクを刻んでいただきたいなって思っておるんでございますよ。これはそう、こカバー、そうカバー、ああすごい。でこれ妖精さんの話だとものすごく切れるから気をつけてね、はい、びっくりするような切れるらしいから。ちなみに、うん、役としてはすごい扱ってますけど、うん、これ見るのも初めてですこれまあでも匠たちは、うん、そうやってますよね、うん、でもなんでそれでみじん切りになるかわからない。やってみましょう、うん、とりあえず、うん、いきますよ。いって、あ、こういうことだ。あ、すごいすごい。あ、これは確かに切れる。あ、おー、ちょっとすごい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 、すごい切れるぞこれ。すごいすごいすごい、あ、ちょっと腰も振っちゃって、すごい、わー、ノリノリじゃないの。でもこれ以上細かくなんないもっともっともっと細かく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 動いて、よいしょ、そう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 、そんな感じそんな感じそんな感じ。手気をつけてね。ちょっと、ヨシケさんもこれ、あ、本当に本当に、あ、これこうやればいいのね。あ、すごい、なんか地味ですよね。地味だあんな派手にはならないですね。あとちょっと無理難題って申し訳ないんですけど、もう一つ刻んでいただきたいものがあって。何でしょう。これ唐辛子。無理です。え、嘘です嘘です。本当に、いや、今無理難題って言ったから無理なものが来るのかなと思ったら意外と普通なものが来たんで、ちょっともう困惑しちゃいましたけど、これを、うん、これも刻む。これもね、ちょっとやって、もしよかったら、すごいボリボリいってる。おお、なんか人の口の中で弾けるチップスみたいな感じがするね。そうですね、これ滑ってません？そうですねこんな時になんなんだけど、実はね、夏希に言いたいことがあって。何でしょう。前ね、飲み会で、はい、夏希って言っていいって聞いたんだけどまあその後にちょっと夏希って言ってみたんだけど、ええ、さ、ええ、その後からなんか花江さんがいつまでたっても自分に敬語なんだよね。だからそこでちょっとなんかまあそりゃね、うん、先輩ですから。いや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 、そんな先輩ですから。そんなことないですよ。義継さんですよ。義継さん、義継さん。じゃあ半敬語みたいな。半敬語。え、でも今結構敬語抜いてますよ、たまに。そう、抜いてる抜いてる、抜いてますよ、うん、僕からは。そっかそっか。え、完全にタメ口の方がいいんですか。タメ口の方がちょっと嬉しいかなって。じゃあこの松岡の時はタメ口でちょっと今日やってみるよ、うん、あ、本当に本当にやってみるよ。本当にすぐ。ちょっと嬉しいこんなんでいいかな。いいですよ、こんな感じで、うん、なんで。あ、いいよいいよおかしくないごめんなさい、ごめんなさい。上下関係逆転してますよ、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちゃんと、あ、ごめん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 。そう、そうなのよ、うん、こんな感じで。そう、こんな感じで。いいよ。あ、ありがとうよし、よし。でね、実はね、もう一個やってほしいものがあるんだよ、うん、ゲストにいろいろさせるね。いやいやいや、メッザルーナが今日妖精さんが用意してくれたって言うんだからさ、使いたいじゃん。あとはそう、あとはね、パセリ。パセリ、おー、これね、やっぱりなんかイタリアンな感じがするでしょ。イタリアンな感じしますね、うん、もう使う分量だけでいいからね。パセリか、うん、パセリは刻んだパセリを最後にシャッてかける。そうだよね、うん、じゃあこんぐらいでいいのかな、うん、よし。なんか慣れてきたんじゃない？なんか四股踏んでるみたいになってるけど。お相撲が取れるっていうね、これ。はい、刻めました。ありがとうございます。こんなもんで。ありがとう。よろしかったでしょうか。うん。はい。ごめん。で、なんかね、入って急いになる。これでいいかね。いいよ。よし。よし。では、お戻りよ。あ、もう戻ってよし。お戻りよ。炒めなくて、麺も茹でなくていい。大丈夫。こっからはすぐに任せな。すぐに。わかりました、うん、戻ります。しょっ、すごい
パスタは家でよく作るの？作る。だって俺一番最初さ、仕事がない時、うん、仕事がない時もう年がら年中ね、あ、100均でバイトしたの。うんうんうん、で100均でバイトしたってのもあって、あのね、100均だとさ、パスタ 500g100 円とかじゃん。安い。そう、それでソースもついて200円で済むの1日。うん、うん、っていうのを考えた時にコスパが、ね、いいもんね、うん、パスタパスタね。だからもう本当にずっと、そうだな、もう1年の半分以上は麺類だった。うん、そんな中、ボンゴレビアンコは何回ぐらい？いやー、この1週間頑張ってきたけど、アサリが開かねえんだ。そう、あの1週間前に、ツグがこう、僕のね、近くに来て、その時はまあ花屋さんって、花屋さん、何がいいっすかって、急に聞いてきたんですよ。そう。ね。そう。その時は僕はまだあの松岡に行くって知らなかった状態だから、うん、何を言ってるんだこの人はって何がいいっすかって。そうそう。でその時にパスタって答えて、うん、何パスタがいいか聞かれて、うん、アサリ使ってるのがいいかなって言ったら、うん、本当に練習してね、家で。そうだよ、開かなかったですか？家では開かなかったね。うん、今日はじゃあ開くと信じて、うん、開くと信じて行こうと思うんだけどさ、はい、実はね、妖精さんに用意してもらったパスタが全部開いてんだ。アサリがアサリが全部開いてんだ。わあ、素晴らしい。素晴らしくてね、ちょっと興奮してる。よかった、うん、ちゃんとしたアサリが食べれる、ね、僕もあの、うん、潮干狩りに昔行った時に、うん、調子乗りすぎてアサリめっちゃ取ったんだよ、うん、それで、うん、あの母親に喜ぶだろうなって思って、うん、すごい量のアサリを、いい子じゃないの、そう取って帰ったんだけど、うん、全部開かなかった。死んでたのかなっていう、そういう悲しい思い出があるから、やっぱ、うん、開いてるアサリはいいね。いいよね、うん、そう、それがね、あ、いつの間に火つけてたの？え、いつの間に火つけて、言ってよ、火つけるとき。あ、火つけてた、ごめんなさいね。フォルノアチェンダレ、これやりたかった。あ、なるほど、これやりたかった。なるほど、何が始まるのかお品書き、匠についてもあるんで、うん、ちょっと匠について話していいですか？いいですよ、どんどん。匠どう思います？どう思う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 って。匠いや、いい子だと思う。そうだよね。ただ最初僕はね、あの見てた原作読ませていただいたときに、うんうんうん、あのね、正直な話、かませかなってちょっと思っちゃった部分があって。確かにちょっとね、うん、上からグイグイ来て、うん、ここで散々カッコつけといてやられるみたいな、そういうキャラですもんね、うん、言うても。そうなんだよ。でもなんか僕はやっぱりその匠くんはかっこいいんだけど、たまにこう3枚目なね、うん、部分があって、そこがやっぱり可愛いなって思いますし、うん、え、何が起こった？何でもないっす。全然問題ないっす。大丈夫？全然問題ない、全然問題ない。うん、はい。大丈夫？何ですか？今はニンニクとかを炒めてる。あ、そうそう。ニンニクと唐辛子少々。唐辛子。少々？そう、少々。唐辛子少々。食えるかなこれ。大丈夫。世の中に食えないものなんてない。辛いのは割と得意なんで。あ、本当に？大丈夫。よかった。よく、よかった。そう、だから匠はすごい演じてて楽しいんだよね。うん。アサリ入れちゃうよ。アサリ入れてください。いくよ。シャー！おー！あー！地味！僕、イタリア料理というか、ニンニクとオリーブオイルすごい好きで。本当に？うん、うん、しょっぱい系のものが結構好きなんだよ。
あ、そうなの。だからボンゴレビアンコって、うん、結構しょっぱい感じ、うん、のパスタでしょ。そう、すっごい好きっす。あら、よかった。でも辛いんでしょ。少々だからね。そんな辛くないよ。そっかそっか、うん、白ワイン。白ワイン、いやー、おー、家でもあんま使わないんだよねこれ、うん、このためだけに用意した特注のワインだから。それフライパンがこうボーって。いや待て待て待て、フライパンボーってするんでしょ。待て知ってるんだから。いや待て、あのちょっとあの見してほしい派手なやつを。ちょっと待て、ちょっと深すぎる気がするんだけどなこれ。そっか、うん、今回は炎なしで、ちょっとね、フランベ的なものはなしでいいでしょう、うん、おっ、うん、入れます。いつもはもっと派手なんですか。いつもはね、ってなる。今回は何の音もなく。いや、これがなんかやっぱりイタリアンな感じなんじゃない。紳士的なね。そういうことか、そういうことか、うん、音を立てない。そう、音を立てない。素晴らしい、うん、あ、でもここにソーマの、あ、これ一貫ですね。あ、すごい。え、これ中とかちょっと見せちゃっていいんですか。いいよいいよ、全然。え、まずほら、エリナが、うわー、え、これすごいんだけど。え、絵が、あ、すごい、タオルがピラピラしてる。タオルがピラピラ。あ、マウスパッドね、素晴らしい。あ、でね、中もね、ほー、いや、ソーマはね、いいキャラクターが多いから。そう、ほんとね、原作読んでてもすごいキャラクターがね、生き生きしてて。いや、それでね、ちょっとすごいそれ見てほしい部分があるの。うん、それのどこだ。美術設定のところ。美術設定、キャラクター紹介、美術設定、雪平全お品書き。おお、そう。え、すごい。え、待って、何があるの。一滴麻婆丼。え、割と普通のメニューじゃない。なんか変わったのが。ねえ、意外とさ、大衆食堂って何恥じない、うん、あのリーズナブルな価格でさ、うん、基本なんか5、600円とか。そうね。で、雪平にあるあのメニューが全部載ってて、うん、これをぜひ皆さんに見て、お手に取って見ていただきたい。あ、僕は思ってる。レバニラ定食一つ。あ、なんだって。なんだって。レバニラ、今日はない。これだけ持って、マウスパッドだけ持って帰っていい。ええしまっちゃった。これいや、多分しかるべきところからお手元に渡るんじゃないかと。あ、これ思ってはいるんだけど。あ、すごい 3D になってるんだ。羽がヒラヒラしてて、いやー、素晴らしい。いい感じ、いい感じかな。醤油を今入れました。醤油を、うん、胡椒はいいかな。塩を少々入れます。割と僕は濃いめの味付けの方が好きかもしれない。了解よ。今塩入れた。おー、塩と醤油を入れた。塩はどれ、どれがスパイス、これが塩。ありがとうございます。あ、でも匂いはすごい美味しそう、うん、じゃあちょっと相馬のストーリーについてあるんで、大丈夫ですか。大丈夫、全然大丈夫、うん、そんなね、全然大丈夫よ。相馬はでも毎回よくいろいろな料理をね、思いつきますよね。うん、さっきからその口の動き何なの。いや、全然そんな。え、でも、美味しそうでしょ。いい感じだと思うけど。美味しそうでしょ。あっ、あってなんだよ、あって。
ちょっと、ああ、なんかお酒たくさん入れましたね。うん、そう、大丈夫大丈夫、アルコール分は飛ばすから。うんうんうん、ソーマ毎回あの料理がすごく、うん、見たことないのばっかり出てて、僕は毎回読んでてね、アニメも見ててもお腹がほんと空いてくるね。あれはね、うん、現場でも食テロだよね。うん、でも現場ではあの毎回監督とかスタッフさんが、うん、あの美味しいものを、うん、珍しいものを差し入れしてくれるじゃないですか。やっぱ食の現場だけあって、入れすぎじゃない？あ？嘘でしょ。嘘じゃないよ。そんなに現実だよ。夢を見てるでしょ。それが現実。まあ確かにオリーブオイル好きだけども。うん。夢じゃない。夢じゃない。夢じゃない。何でもそれでいいってわけじゃないです。そろそろいいんじゃないかな。いやでも楽しみですよ僕は、うん、じゃあここでそろそろパスタとか茹でちゃおうかな。うん、うんうんうん、やる？あフォルノアチェンデル。あ、つかない。え、押しながらか。押すのかな。フォルノ、あフライングフライング、フォルノアチェンデル。あーで、で、あーついた、そう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 、いいね、よし、夏いいよ、夏いい、お、その蓋はまず塩入れます。ほう、うん、ほうほうほう、投入します。投入、いやー、くらえ、お、よし、ここから、あー、パスタを入れます。松岡流の入れ方で。やっぱちょっとかっこいい入れ方がありますもんね。なんかこうシャッてこう均等になるように。そうね。あー、ギリギリ足りないな。そうね、シャッとね、ドスッと刺して、お、割と普通だったね。いや、なんかこうパッてあるのかと思ったら、パッてね、パッてね、あんな練習してなかった。いやでも茹で上がれば一緒。そう、茹で上がればね、うん、茹で上がればそんな一緒だよ。食べるものだからね。そう、うん、なんか最近夏希は悩みとかないの？悩みか、うん、どんな悩みでもいいよ。上から下まで。上から下まで、うん、下をじゃあ。いやでも悩み、あのね、うん、肩こりが激しい、うん、肩こりが激しいのか。肩こりがもうすごくて首とかも曲がんない。なんかさ、自分でなんかここやばいってとこ発見してなかった？ここやばい、前なんか自分肩がやばいって言った時に、どこだっけ？あ、この鎖骨のね、うん、上あたりを押すとめちゃくちゃガーンってギーンって、うん、ギューンってくるんですよ。あれどうやって発見したの？いや、なんか凝るなと思っててグリグリ触ってたらビクーってなって。そう、うん、ここ謎なんだよね。うん、それいいとこなの？いいとこなの？ここ多分すごく気持ちいい。本当に？すごく気持ちいい。本当に？お医者さんに確認取った？あの整体師さんに確認取った。あ、そう、あ、大丈夫なんだ。でもやっぱりダメなんですよね。うん、でも最近さ、あのマッサージ自分でやってる時とか思ったんだけど、うんうん、あのこう揉むっていうよりも押した方が効かない？うん。指で。そう、押した方が効くの。揉むとさ、全然効かないんだよね。うん、だから一点を、まあ、最初はこんな感じにやってるんですけど、でも全然なんか揉むと効かなくて、でも一点をこうやってグッて押すと、あーってなるって、ね。いや嘘でしょ。いや嘘じゃない、嘘じゃない。そんな声出ない。だってじゃあやってみてよ。そんな声出ないでしょ。そんな。うん、
あ危ない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 。そう、そこを押すと僕の場合ね、すごい気持ちいい。気持ちよくない。痛い。ああ。でもそこ後から聞いてくるんですよ。あ、そうなの。そう。じゃあ今自分飛行疲れたんだ。そう、飛行疲れた。明日朝起きたら多分寝起きすごいいい感じだと思う。あ、本当に。なんか断末まで相馬とかって言わない？あの朝起きたら体が膨れ上がって、あのうわー相馬。はずけたりしない？では、茹で上がりました。このパスタをですね、ここに投入して最終段階に移行したいと思うのでございますよ。お願いします。こっからがね、もう時間との勝負だから、うん、先にお皿を、ね、麺がね伸びちゃったらあれだもんね、うん、じゃあその間にちょっとお手紙をこう読みます。いいよ、読んじゃいないよ。ミナシェフからいただきました。どうぞ。ありがとうございます。松岡さん、はいよ。ボンジョルノ。ボンジョルノ。こんにちはって書いてありましたけどね、ボンジョルノ。分かってる分かってる分かってる。毎回松岡さんの料理する姿を楽しく見させていただいては、レシピをメモして実際作って勉強させてもらってます。はい、ところで私は一人暮らしをしていて、はい、仕事から帰ったらいつも料理をしているんですが、はい、ここ最近毎日同じ味付けになってしまっています。はい、松岡さんは普段料理をされる際、調味料は、うん、調味料などこだわっていらっしゃいますでしょうか。そうね、というね、調味料には一応家にはね結構調味料は用意はしてあるんだけど、うん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 、うん、用意はしてあるんだけどな。こだわりでも全部は使わないけど、やっぱ頻繁に使うのはコンソメかな。コンソメ、うん、万能ですね。そう、じゃあたまにしか使わない、これなんか珍しいなっていう調味料は。貝柱。あ、貝柱ね。貝柱でもね、あれなんかその味もあるんだけど、うん、ちょっとなんか難しい感じがしてさ。貝柱ってでもほら、あの干したやつですよね。そう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 、戻して、うん、なんか中華スープ的なのに使ったりするぐらいしか僕は思いつかないんですけど、うんうん、だから貝柱がな、そう、なんか前にね、うん、あのこの番組で、うん、あの昆布とカツオで取る、うん、なんか和風のなんか純粋な出汁みたいのをやった時に、うん、すごいこんなに純粋な出汁って取れるんだって思って。待ってくれよ。パスタ投入、いくぜ。あ、パスタを入れれば、いや楽しいパスタの始まりだ。なんかごまかされてるような気がするな。次、大丈夫大丈夫。じゃあ貝柱ってことですね。うん、貝柱だ。貝柱ね、うん、じゃあ試してみてください。じゃあ次、周一シェフからいただきました。はい、お食事処松岡第1回から拝見しています。うん、いつも他のイベントやラジオ番組では女性声優さんにタジタジの松岡さんですが、うん、お食事処松岡ではイベントなどと違う、うん、できる松岡義継を見れ新鮮に感じています。ほう。さて第1回でチャーハンを作る際、ご飯をパラパラにするため卵とご飯を混ぜて、うん、炒めると説明していたかと思います。うん、この前テレビでプロが作る家庭チャーハンを見たのですが、うん、そこでは松岡さんと同じく卵かけご飯状態にし炒めていました。本当に、うん、僕も周囲に1回ほど料理をするのですが、他にも料理を簡単にあるいは美味しく作るコツがあれば教えてください。おお、すごい、うん、できる松岡義継を見れって言ってくれてますけど、今日は見れてるんですか、これは。ここから巻き返しが、そう、ここからね、伝説の巻き返しが始まる。おー、楽しみだ。そう、大丈夫、料理を簡単に美味しく作るコツ、うん、他にもあります？美味しく作るコツは、うん、やっぱりね、空腹。空腹。あのね、空腹、本当に思ったんだけど、お腹がいっぱいの時に作る料理って、うん、全然楽しくない。うん、うん、
腹が減ってる時に作るべきだと。お腹が減ってる時に作る本当に料理がね、うん、本当に美味しいんだわ。なんか自分もなんかこう、ああ早く食べたいって感じになるじゃん、うん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 、でもなんかこう明日の朝ごはんのためにとかさ、うん、調理工程省こうと思ってなんか飲み会の後とかにさ家帰ってきて料理したらさ本当になんか美味しくないの、うんうん、じゃあ盛り付けていっていい？どうぞ、うん、これができる松岡一嗣ですね。そう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 、これがねできる松岡一嗣。あ、盛り付けもそのクイッてクイッてね。そう、あ、でもここから見た感じだとすごい美味しそう。ちょっとばらけちゃった、ごめんなさい。うん、うん、あ、きれいきれいきれい。なんかペコペコ飛ぶね。パスタを作るときはどんなことに気をつけてるの？パスタ作るときは茹ですぎないっていうの一番。これ、いや、これほんと大事。今回はでも完璧なタイミングで、そう？うん、そうって僕に聞かれてもごめんなさいごめんなさい、ちょっとね、ちょっと集中しててね。集中してて、うん、あー、サリーいいな、美味しそうね。なんか殻あるだけでいいね。うんほとんど殻だけど大丈夫え、マジで嘘せめて半分くらいはあ、そうね、そうね、そうね、殻飾ってるだけじゃないですかそれ一応てっぺんにはね、いろいろ持ってあるんだけど、うん、そっか、こっから一つずつなんかこう真珠をサルベージするような感じだね。入れるようなね、うん、そう。お、なかなかいい感じじゃないのこれ。うんうん、うん、へぇ、これはもういけたんじゃないの、うん、それで終わりですか？そう、これで終わりだよ。え、さっき俺が刻んだ、そう、ちょっと待って、今最終工程だからよし、さっき夏樹が刻んでくれたパセリを、これをまぶしていきたいと思います。ファサー、なんかファサー感ファサー、ファサー、いやー、よし、できた。皆さん、これが松岡流ボンゴレビアンコ完成。お上がりよ。やあみんな、僕とユキヒラの熱き至高の料理バトルが豪華特典満載のブルーレイ &DVD で登場するよ。僕がやつをぺしゃんこにするところ、ご賞味あれ。直撃の相馬第1巻発売中。松岡流ボンゴレビアンコ完成。お上がりよ。いただきます。あ、でもめちゃくちゃうまそうですよ。そうですか。お、じゃあちょっとアサリをね、一緒に。そうね、じゃあいただきます。お上がりよ。うんうんうん、あ、辛あ、辛いぞこれ結構辛いぞうまいけど結構辛いっす。あ、でもそのパスタとしての味は、うん、いいと思うんだけど、うんうんうん。カレー。ちょっといいお店だって聞いてきたんだけど。いや、これはある意味ね、義継と夏希の合作だから。そう、そうなの。
あの、まあ、この料理の一番の工夫といえばやっぱり自分の夏希に対する愛、うん、で夏希が今回来てくれたということによってこう一緒にねあのネッザルーナを使ってあの刻んでくれた食材をちょっと無駄にしちゃいけないなって思って思っちゃった思っちゃったゆえにこんなに全部入れてしまったとそう、うん、唐辛子がこれあれですよボンゴレビアンコじゃ唐辛子ビアンコパセリじゃないわどうアサリ的な味するアサリ的な味が一瞬した後に全部あのもう唐辛子で殴られてるよ違う主役はお前じゃねえ主役はお前じゃねえどけえと唐辛子は来るねいやでもめっちゃ腹減ってたから、うん、進んじゃうあ本当にじゃあ結果オーライなのかな、うんうん、はいそうですね、まあ、今回は義継と夏希の合作ということで、うんうん完成してました。はい、はい、大丈夫だよ。明日に支障はないように大丈夫だよ。はい、では松岡流ボンゴレビアンコ無事完成いたしました。おそ松テレビアニメ「食劇の相馬」はアニメイズン枠他にて放送中です、うん、各種ウェブでも配信中詳細は公式サイトでチェックチェックぜひご覧くださいお食事処松岡の T シャツがついに販売開始いたしました。はいはいこちらあります。よっいえいよっいやこれいいなよっ自分も欲しいな、うん、ということでオトマートにて今販売しております、うん、これを着用して調理場に立てば君もお食事処松岡の店員だなっしゃせーしゃせそしてなんと、うん、DVDお食事処松岡ボリューム1がはいこちらですね。おお、さあかっこいいな。すごいいいパッケージ。裏面も見せちゃって。うん。裏面。食べるかな。よし。いろいろ入ってるよ。はい。こちらはですね、温泉夏のコミケ＆通販キャンペーン2015にて先行販売しております。うん、取り寄せゲストはなんとあの茅野愛さんです。茅野愛さん豪華です。よろしくお願いします。ついに、うん、食劇の相馬ブルーレイ &DVD の第1巻が発売されました。はい、おめでとうございます。はい、実物はこちらになります。おー、かっこいい。はい、はい、こちらはですね、うん、書き下ろしアニメジャケット仕様第1巻には、うん、オリジナルサウンドトラック CD に加えて、うん、ブルーレイのみの初回限定版特典として飛び出すリアクションマウスパッドが付属でーす。いたすごい飛び出してるよ。うわ、これ分かるかな、皆さん分かるか、飛び出してるんですよ。映像特典としてですね、なんとこちらお食事処松岡番外編も収録されております、うんうん、僕種田さん、うん、高橋さんの3人で一緒にカレーを作っております。はい、さらに、1巻から4巻の通巻購入特典は原作佐伯俊先生書き下ろしタペストリー。なんとイラストはこちらです。どうぞ。なんと、あー危ない、あー危ない、見えそう。いいですね。ということでね、第2巻は8月26日発売ですので、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてそして、うん、みそっかさんが歌う新オープニングテーマ「ライジングレインボー」は9月16日発売、うん、はい、なんと次の日誕生日だ俺。おお、おめでとう。そして、そして、大森聖子さんが歌う新エンディングテーマ、うん、さっちゃんのセクシーカレーは、うん、好評発売中です。はい、そしてですね、うん、食劇の相馬キャラクターソングシリーズが6枚連続で発売決定いたしました。素晴らしい、はい、サイドガールズ1がなきりエリナ、うん、サイドガールズ2が田所めぐみ、サイドガールズ3が水戸郁美と、ここまでは発売されているところ。なるほど。そしてここからなんとサイドボーイズ、ボーイズ、ボーイズ、
サイドボーイズ1は、うん、篠宮小次郎、おー、いきなり中村さんです。そしてサイドボーイズ2は、2はなんと匠アルディーニです。イエッ、そして、うん、サイドボーイズ3はなんと私、雪平颯馬です。来ました、イエッ、はい。そして各発売日はこちらになります。チェックしてください。お願いします。